したんだ。君と静馬と二人で助武の首を切り後始末したのか。そうなんだな。はい。助武君、君、僕は助武君の首を落とし、それから助清、うちをかばうのはやめね。助武さんの死体の後始末をしたんはうちじゃ。母さん違うわ、あれは僕が。ええんじゃ。母さん、僕があの時もうちょっとしっかりしとったら。母さんにあんなことさせずに済んだのに。その後君はどうしたのかね。僕が意識を取り戻した後、静馬はありゃおめえの母親がやったんじゃ。助武の首と胴体を切り離して、胴体は湖に放り込んでしもうた。ええか、おめえの母親もわしと同。玉代さん。はい。こげえな母を持った助清でも、あんた、あんたはその子を選んでくれるじゃろうか。うち、ずっと助清さんを待っとったんです。これからじゃて、罪を償うてお帰りになるまで何年でも。ありがとう、玉代さん、助清。二人で新しい犬神の家を、二人で力を合わせて。母さん、母さん、母さん。